南アフリカ海軍は南アフリカ国防軍の海軍。その任務は南アフリカ共和国を防衛する海軍作戦を実施することである。現在の南アフリカ海軍の組織は1922年4月1日に南アフリカ海上小隊が設立されたことに由来するが、その源流はケープ植民地の海軍義勇軍小隊が設立された1861年まで。 遡る。南アフリカ海上小隊は後に拡張され、南アフリカ海上部隊に改名された。1951年、南アフリカ海上部隊は、南アフリカ海軍に改名され、1年後に、感染窃盗時ハムゼズは、SAS に変更された。7702人の現役人員を要している。海軍は、 戦闘艦隊と支援艦隊に分かれており、戦闘艦隊は、バラー級フリゲート5隻、ヒロイン級潜水艦3隻、ウォリアー級小海艦3隻、T 級小海艦3隻、リバー級機雷総統艇3隻、生倉級港湾巡視船21隻で構成されている。支援艦隊は、補給船1隻、ヘクラ級調査船1隻、タグボート3隻で構成されている。 海軍にはまた海上戦隊と呼ばれる不評訓練を受けた特殊部隊が含まれている。バラー級フリゲートイザンドルワナ、ありがとうございます。